もっともっと島根が始まるよ、始まるよ、始まるよ、知りたいことばかり。情報広場、もっともっと島根。今回のテーマはじゃん、始まる新たな森づくり、始まり始まり。こちらで栽培されているのはコンテナ苗。このコンテナ苗は新たな森づくりの救世主なんです。沖道後森林組合が3年前から生産を始めたコンテナ苗。全国の林業関係者も注目するコンテナ苗とは、特徴はどういったところでしょうか。従来の苗はこのように根が裸になっていて、水分が蓄えられずに春と秋にしか植えることができないんですよ。しかしこのコンテナ苗は根の部分に水分や養分が蓄えられていて、季節を問わず植えることができ、また植えた後の枯れも少ないんですよ。季節を問わず植えることができるコンテナ苗、実は県が進める低コスト造林の一翼を担っています。一般的な造林では、まず伐採業者が木を切り運び出します。次に造林業者が手作業で植栽の邪魔になる枝葉を集める地ごしらえをします。そして春か秋に苗を植えます。一方、低コスト造林はまず伐採業者が木を切り機械で運び出します。連続して同じ機械で地ごしらえをします。その後、季節を問わず容易に植栽できるコンテナ苗を植えます。低コスト造林は労力がかかる地ごしらえを機械で行い、コンテナ苗を使うことで伐採から植栽までを効率よく連続して行うことができる手法です。ここ沖ノ島町のこちらの山では低コスト造林が進められています。ここは伐採を行うエリアです。作業員2人で1日におよそ50本を伐採し機械で運び出します。そして伐採・搬出が終わった場所では機械で地ごしらえが行われています。重機でできるようになってだいぶ作業がスムーズになりましたよね。そうですね、以前はここ10人ぐらいずらっと並んでですね、作業をしていたんですが、今はもうこの機械1台でもうサクッと終わるようになりました。そして地ごしらえが終わった場所では連続して作業員がコンテナ苗を植えています。切った後ですね、まだ草が生える前にすぐ植え付けに入れるというのは大変楽ですね。この日、作業の見学に訪れていた島内に山林を持つ人は、業者さんの経費も安くなるいうことだから、所有者への還元が増えるでしょうし、魅力的ですね。コンテナ苗を利用して伐採と造林を一貫して行う低コスト造林、県が進める切って使ってまた植えて育てる循環型林業の救世主として期待されています。まさに新たな森づくりの始まりだね。もっともっと島根。循環型林業は産業の振興や中山間地域の活性化のほか、水資源の確保や防災にもつながります。低コスト造林などの技術を取り入れながら、島根県の新たな森づくりを推進します。次回は島根海洋館アクアスを紹介します。それではまた来週。